よしえ、これってさあれ配信中に書か,かんとあかんってこと普通に紙とペンはあっちやねんけどありがとうございましたね昨日は生誕祭があり。 <laughs> 見てまたな新たにレイヤー入れたんです <laughs> うわそうなんやとりあえずここでホワイトボードに書いて後であとであ別にテーマだけでもいいのをそう見てほらだから階段できてるレイヤー入れたんです 髪色もね染めたこんばんはどうですか生誕祭でうわ嬉しいありがとうなるほどねアイディアだけみんなで決めてるああなるほどなるほどじゃあそうしよう後で書くわ昨日めっちゃ寝れた <laughs> もうびっくりするぐらい赤茶ではないねんな何色っていうのなんか あの「これって何色って言うんですかね?」って前に聞いてみてんけどなんか何色やろなって言って難しいなんかアンジュは写真を見せて「これで」って言ったから分からへん髪色 <laughs> めっちゃ寝れました <laughs> こんばんは。そうやねん。ん今日十二時ぐらいに起きた。要因から抜ける、わかる。めっちゃわかる。と思ってね、さっきね、ファンクラブのブログを書いたんです。<laughs> そう、なんかね、今まで。そう。ブログ。 始めてなかったんですけどちょっとこれを機に始めてみようかなと思いファンクラブのブログを書いたんですけど全然投稿されなくて <laughs> そう今ねマネージャーさんに確認してるもらってるんですけどなんでやろうなうブログ書いてんけどな なんでやろうか。そう、七時ぐらいに書いてたんよ。<laughs> 書いて。投稿してんけど。なんか、そういう広告も出なくて。なんでやろうな。ブログ。またいつか投稿されることを願って。頑張ります。<laughs> えー、ほんまさくちゃん来てくれといやさくちゃんありがとう。なんて来てんのあお前お疲れ様ですって。<laughs> ええー、ありがとう。なんかねそう昨日ねそう誕生日プレゼントをちょっとラグあるでもな結構経ってんねんけどな7時に投稿したから。なんでやろ 昨日ねそう誕生日プレゼントを公演終わってからいただいたんですスタッフさんにもう本当にありがとうございますくださった方ちょっとまだ整理はできてないんですけど嬉しい本当にありがとうそうその中でねなんかさくちゃんのファンの方かながその さくちゃんの生誕 T シャツをあのくださった方がいてそうやから今度一緒に着よう, <laughs> そう誕生日プレゼントでそのさくちゃんといつかそう練習の時に着てほしいっていうのでくれたからまた着ましょう。 ちゃん日付決めて本当に嬉しかったねえうーかさんのお手紙本当に嬉しかったですうん <あ>ら <laughs> こんばんは本当に嬉しくてもう今日もなお昼の3時ぐらいに手紙なんかよも読み返してましたわかるねなんか舞台の時の様子とかもそう書いてくださっててうかさん <laughs> ミラーボールありがとうございますそうなのよね <laughs> そう最後のカタルシスも好きって書いてくれてたしあもう本当になんかすごいそこまで書いてくださるんですかっていうぐらいの文章をすごい書いてくださってたからもう嬉しかったいやーねえ本当に。 ねまた舞台一緒に出れるように <laughs> うね本当に <laughs> あもうんうんのんのボードですかあボードはそうちうんとんいてました汗 <laughs> ちゃんともらんたんう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 れいこうんうんさんともさっきまで、ね、そうんうんうんううう レグちゃんが配信しててそうしきりでね生誕祭のすごいいい言葉を話してくださってもう本当にレイちゃんってなりました<笑><笑>うーん本当に私ねあのレイちゃんの恋愛サーカスの煽り あの煽りでめっちゃ泣きそうになってん <laughs> うつどなやばかったの時なんかコールを言い合う瞬間があるんです「れいちゃんちゃん好きです」ってもう私もです <laughs> そうもうそこでめっちゃいい煽りをしてくださって。 あ思い出してるうん何食べに行ったのってあーご飯ですかでも正確に言うと酔っていいんかなえそ <laughs> うなんやろ酔っていいんかな <laughs> あの「れいちゃん」「アンジュ」「マイティで」でそう 食べに行ったんですよ、ご飯。あれ、ね。間に合った、良かった、こんばんは。うん。うん。そう。いや、前の生誕祭の時に言ってくださって。 それから呼ばせていただいております。うんうんうん。暑いよ。うわあ嬉しい。ちょっと頑張ります本当に。何エレンギバタフライって。 ギバタフライって全然分からへんけど何やエレンギバタフライって間違えてたマイティがアンジとレイコちゃんの「ああ <laughs> 間もなく」ってやつそう一時期 やってたなそうやんなれいちゃんやとそうやから公演の時は「れいこさん」って呼ぶように頑張ってますそうやっぱりそう分かりにくくなるようなと思って公演の時は意識してる <laughs> そうやって呼ぶように。 あと昨日の生誕祭で思ってんけどアンジュさんめっちゃ何首がさ意識しないとあかんなって思ったんがさスマホ首何やったっけめっちゃな前に出ててんの昨日の配信見た時ちょっと気をつけんとと思いました昨日。 うんなあ天蔵間違えたやつねそれいさんって呼んでるまんじゅんじゅうまねあまもなくってやつなあええようなうん確かにうわっその時なんかなごめんちょっと あんじ最近のすぐ忘れんねん。す <laughs> うい。申し訳ない。もしかしたら言ってたんかもしれへんけど。うんー、すごくよかった。嬉しい。ありがとうございます。あ、そう、ストレートネック。<laughs> そう、気をつけないとなって思いました。昨日の配信見て。うんー。え、これ ちょっと <laughs> あの<ー笑>うハハッこれねあのー、昨日昨日というかだいぶ前だったんですけどあのー、公演前間に合わなくてそう急いでねヘアアイロンをか。 行った時があったんです。思いっきしここを火傷しまして。<laughs> <laughs> そう、思いっきしね。あの <laughs> ブジュってやってもてあこれやばいなと思いながらそのまま公園出たんです。次の日ちょっと膨れ上がってきて。そうやばいと思って傷パワーパッドをもらったんですよ。お母さんから。 そう置いたやつをパンって当たってもてそう次の日水ぶくれできてあこれはどうしようかなと思って「傷パワーパッド貼っとき」って言われて貼っててえ知ってます皆さんあの傷パワーパッドって一日で買えるものじゃないかったってことを私ねあの キパワーパッドを一日ごとに変える人やと思ってたんです待ってごめん全然何ぐらいの話してない <laughs> 申し訳ない <laughs> そうアンジゅ知らんくて傷パワーパッドをずっとつけれるものやってことをそう知らんからアンジゅ2日間連続で 1>, 1日貼ったら次の朝外してみたいなことをしてたんですそうずっとつけとかんとあかんやつやねんな <laughs> それ知らんくてお母さんにもったいないからやめてって言われました <laughs> そうあれ高いねんから <laughs> そうらしいわそれを知ってからそれでなんかな肌がちょっとかぶれちゃって <laughs> うん。そう、かぶれたんです。肌弱くて、アンジな。そう、あ、知らんかった、やっぱ知らん方もおるよな。そう、まさかのキズパワーパッドの跡も若干 <laughs>。ついちゃったっていう。かぶれました。<laughs> かぶれたプラス、何回もそうやって、貼りな。なんかはって、また違うやつ、粘着強いやつをど つけてとかしてたからもしかしたらそれが後が残ってめっちゃね治らへんねん全然えなんでこんな時間かかってるんあんたって言いたくなるぐらい <laughs> 治らないんですそう肌弱いから後も残っちゃった <laughs> こんばんはそう

なななんかテーマを決めいいいといけないらしくて今回の「なんぐらが」がウーカさんのねっどんなウーカさんを似顔絵でどう描くかっていうただそんな高度なことは描けないんです私あのー、うー私画力がなくてそううんどうしようかな んなんグラっていう企画があるんですなんかそういう企画得意な動物って言ったらアンジュもあれやであれしかおらへんてアザラシあ天使ちゃんと混ぜるあそれええかもしれへんお手紙、ま、持ってるうかさああ うそうアザラシはね前のショールームイベントの時にめっちゃ鍛えたからそう大丈夫なはずあとペンギンペンギンも得意そうビーバーむずいってビーバー何回か練習しないと無理やってふ <laughs> んな あのアザラシい,いようなそうアザラシとペンギンとカピバラなら得意やねうんどうしよっかね みんなどういうことを書いてるんやろんどういうビーバームズいってビーバービーバーうん。 みんなどういう絵を描いてるんやうーんあーあーハワークああごめんなさいめっちゃうんそうやねんれいちゃんうまいねんえいかくん。 ああ、なるほどね。ひまわり。うん、うん、うん。あ、写真集の写真からね。え、どうしよう。どうしようかね。うん、ああ、なるほどね。うん。どうしよう。 あ,あ、めっちゃええやんそれ天使の輪をひまわり風にするってことやろえめっちゃよくないえめっちゃよくないそうやなちょっと私が思ううーさんを変いてみるわうんちょっと ねあの天使の輪っかがひまわりってことやろえめっちゃええやんうわそうしてみるわちょっと頑張ってみるねうんちょっと天使っぽいウーさんを変いてみますただ私の画力本当にやばいからちょっと頑張ってみるわ 写し絵は得意やねんけどななんか薄い紙に書こうかなそれか写し絵でちょっと頑張ってみますわ <laughs> <laughs> ちょっといろいろ考えてみるそうやな手にお手紙持たせてわかるそうする手に大きくなりそう <laughs> ちょっと頑張るわ とりあえず2本線書いて手の文字を書いて手紙風のやつを書いとけば持ってる風にはなると思うからそうやな気持ち大事分かる気持ちいいよな何でも OKOK、OK OK、そうするわうん今日誕生日おめでとうやわおめでとう 頑張ります気持ちを込めて書いてみますねえブログ無事投稿できたらいいんやけどなそうしてみます何グラの絵うんなるほどよしうわ何グラって何の略なんやろうな 54分ありがとうこっちに今日はな時計あるねんそう気持ちを込めてえー、ほんまに朝もさちゃん杏樹の話してくれてたんえう、ー、れしいね杏樹 <laughs> 見るたびにえ綺、ー、麗になるね本当にもっと頑張るわ今日ね最初ねあのちょっと髪の毛が全もう うさます,すぎて帽子かぶって配信しようとしてたんですそしたらなんかお母さんに帽子かぶってたらどうしたんって言われると思うかやめときって言われてそうやめていいけどめちゃな嬉しいわ何ナンバーあああなるほどナンバーワングランプリが略しらしいですすいません本人がわかってなくてありがとうございます おうナンバーワングランプリんぐらいああなるほどね <laughs> あこっちに時計があるんですそう配信やったらなよかったわ どうしよう <laughs> どうしようかの五57分になったらじゃあランキング読みますね。紙伸ばすロングにしたくて左こっちがいい。 顔の写りやんなそうこっちが好きなんかこっちだとね柔らかく見えるんですこっちだったらきつく見える <laughs> そうなんなうわーいつかやりたいな昔の固定部屋久々にあら57分ですねちょっとランキング読みますわ 13位 <laughs> の方から13位の方裕次郎さんありがとうございます12位の方救急医さんありがとうございます11位の方安兵衛さんありがとうございます10位の方大吉さんありがとうございます9位の方ベベちゃんありがとうございます8位の方ワンポールさんありがとうございます7位の方おお黒島へへへ隊見習いポンさんありがとうございます 6位の方、カズマユウゲさんありがとうございます。5位の方、村人 T さんありがとうございます。4位の方、うん。あとが四位の方、吉良シ,シュさんありがとうございます。3位の方、玉裕さん玉裕さんありがとうございます。2位の方、釜かりさん釜かりさんありがとうございます。そして1位の方、シンちゃんシンちゃんありがとうございます。いーありがとうございました。 ねえビルビーのね公演再演できたらいいんやけどな何から楽しみが頑張りますちょっと書き次第投稿しますありがとうございました23時になったら終わりますす,すすす。 <laughs> ねえブログ投稿できたらいいんやけどなもうね投稿してるねんけどな表示されへんねんな喉ねだいぶ復帰してきましたまだなちょっと歌ったら喉枯れるとかはあるからちょっとまだ安静にしとかんとあかんけど。 昨日の髪の毛 Y2K そうなんで表示されへんのやろうでもちょっとマネージャーさんに聞いてるので更新されたらまた報告いたします <laughs> そう Y2K ヘア さらばありがとうございましたまたねおやすみなさいこんばんはごめん <laughs> 今から終わりますすいませんありがとう来てくれてではまたおやすみなさいありがとうございました来てくださった方バイビーさいならっきょ